Welcome to シビチャンネル。どうも、シビです。今回やっていくのは、トーグラムオンライン。iOS の、Android もあるんですけどね、の MMORPG です。MMORPG。私ですね、正直ですね、iOS でそんな細かいのできないと思った、アプリでね、MMO って結構大変なんじゃないかなと思ってたんですけども、いろいろちょっとやってたんですけど、すげえ快適にできるんですよ。意外と、MMO って、やることが実は少ないから、そういう意味では iOS とか、しかも、ね、空いた時間とかにできるから、そういう意味でも、なんですかね、アプリでやるのは意外と向いてんのかなっていうですね、意外な発見でしたね。というわけで、ちょっと、序盤のクエストを終わらせております。で、このアプリ、面白いのは、ぜひですね、他の、ブラウザ版のやつもやってほしいんですけど、ブラウザ版っていうかゲーム、パソコン版の方もやってほしいんですけど、これボス戦あるんですけどね。結構ですね、音楽が好きです。これ序盤のボスなんですけど、あれ。はい。あれ。ほら、来た。これ序盤の最初のクエストのボスなんですけどね。結構そのボスなんでこういう形で専用のフィールドに入ってやるんですけど、この音楽が結構好きでずっと聴いてたいぐらいな、いい感じですよね、テンションが。で、操作は、シンプルです。左下のこの、今動いてると思うんですけど、この矢印バーで動かして、右側のアクションとリストでやる。リストはスキルですね。で、敵の攻撃は普通の攻撃と、あとは今赤くなったと思うんですけど、範囲攻撃みたいなのがあって、それを食らうとダウンしたりするんで気をつけましょうね、みたいな。で、キャラクターはもう作った後の話なんですけども、主にですね、私は剣使ってますけど、あとは、ナックルとか、弓であったりとか、魔法使いとかを最初の段階で選べます。で、武器によって、武器を変えるだけで、まあ、職が変わるみたいな感じなんで、今は剣ですけれども、弓とかに変えることも可能です。ただ、ステータスを割り振らなきゃいけないので、割り振りし直さなきゃいけないので、例えば私今剣ですけど、それを魔法に変えようと思うと、ちょっと時間かかるかなみたいな。これでステータスの割り振りができるんですけど、私は今 STR 上げしてるんですが、これは INT とか、まあ要は魔力砲ですね、に上げなきゃいけない。で、どちらかというとアタックスピード重視でやっているので、まあ、DEX とか AGI とかその辺も上げているっていう、いう感じの作りをしてます。そういう非常にですね、キャラクター育成の自由度が高い。で、まあ、リセットもできるみたいなんで、まあ、振り直せますよ。それ以外にはスキル。私は脳筋というか、この手のゲームは全部そうなんですけど、パッシブとアクティブってあるじゃないですか。まあ、MMORPG やってる人はよくわかると思うんですけども、パッシブっていうのは常時発動するスキルです。アクティブっていうのは何かをした時に発動するスキルですね。なんで上のですが、アクティブ。押した時に発動する。で、下のがパッシブなんで、私はパッシブしか開けてないんだよね。これはブレードスキルなんですけど、このパッシブの、これはブレードマスタリーなんで、マスタリー系。この辺は MMORPG とか RPG 系やってるの分かると思うんですけど、その剣の物理攻撃力が上がって、あとは、速度が、来る速度が上がるみたいなですね、そういうのを私は重視します。で、このゲームは MMORPG として、装備を変えると服装が変わります。で、例えば、ナックルってありましたよね。これ変えると、装備変わります。両手武器なんで、両手武器なの？違うのか。こうすると、攻撃方法も変わります。私は、何気にやったことない。アクション押すだけで、で攻撃モーション結構遅いね。もっとパカパカっていくのかと思ったけど、やっぱ剣だな。まあ、私もそのスキルが完全にナックルではなくて剣向けにされてるんでね。攻撃能力、攻撃力1ね。で、この右側に入ってるこれ何かっていうと、これ、まあ、アップグレードみたいな感じですね。序盤のクエストでもらったんで、入れましたが、これを入れることによってさらに強化できるようです。まあ、序盤なんで、ぶっちゃけ後に行けば行くほどいいものが手に入るんですけど、
結構みんな可愛らしい格好して、でね、これもまた意外だったんですけど、めっちゃ人がいるんですよ。今クエストに向かってるんですけど、こんなにいんのぐらいな。いや、本当になんか、めっちゃこれダウンロードされる。500万。いや、ちょっと数字は定かじゃないんですけど、結構ダウンロードされてるみたいで、こんないるんだみたいな。いや、やっぱ、時代は、やっぱスマホアプリなんだろうなっていうのを少し感じましたね。とにかく、その、普通に、例えば、MMORPG だと、なんか、序盤のところとかって、そんな人に合わないわけですよ。けど、めっちゃ合うんですよ。まあ、絡みはないんですけど、すれ違ったりするんで、すげえなと思って、そんな人いんのみたいな。やっぱ MMORPG はそういうなんか直接的な絡みはなくても、なんか人がいた方がやっぱいいっすよね。うん。それで一応レベル11です。ほら今いるでしょ、ああいう形でいるんですよ。めっちゃ普通にいるの。めっちゃ人がいるんで、なんか活気があるんですよね。街とかにも人がいて、 NPC 以外にですよ。まあ、ただそのアプリの関係でそんなに、私は iPod でやってるんですけどね。そんなね、一つ前の iPod の第6世代なんですけど、まあ、表示はめちゃめちゃにはされないんですけども、それでも結構人がいるように見えます。まあ、これ回ったりですね。で、アイテムは自動取得です。で、今、ちょっと微妙にかわしたんですけど、これね。で、クエストどこ行けんだろう。ゴーレムの暴走。指定の遺跡に行ってゴーレムを目標の確認。どこっすかね、あっちか。これクエストはこうやってやると、じゃあその方向を教えてくれます。行ってみましょう。これね、第二チュートリアルみたいなのが終わって、一つ目のさっきのコロン親分を倒して、その後のクエストです。で、結構人いるんですよね。ぜひボスまで来てな。毒になっちゃった。まあ、結構ぶっちゃけ、11で結構強くしたんで、まあ余裕ですよ。なんか淡々とやれるのがいいよね。なんか片手までやれるわけですよ。落下ダメージ受けないようです。片手までやれるじゃないですか。この手のゲームって。だからいいですよね。しかも、例えばパソコンつけながら、ちょっと、ロード時間とか、そういうのにできるから、お、なんか新しいできる。ネミコ。パーフィクト。まあ、私の敵ではない。で、ね、煩わしい、その、アイテム拾ったりとかっていうのがないので、ただ、やったらめったり色々倒してると、なんか、素材がすげえたくさんあるんですよ。私、それがどんなになるか全然わかんないんですけど。なんで、ちょっとアイテムが、やったらめったらいろんな種類の敵を倒すと、溜まりすぎちゃうっていうのはありますね。今結構満杯です。はい。お、なんかびっくりマークがある。いいですね。で、敵もアクティブとノンアクティブがいて、近づくといきなり攻撃してくるのがアクティブ。ノンアクティブはこっちから攻撃しない限りは攻撃されないっていう。まあ、一応私も MMORPG 散々やってたんでね。ええ。サクエストです。結構綺麗なんですよね。これが、まあ、今、そのフル HD の方に広げているから少し荒く見える部分もあるんですけども、これをその4インチとか 4.7 インチに落とし込むと、結構綺麗です。綺麗です。解像度としては。私、フル HD にしても見えますかね、全然ね。おぉ、ゴーレムですね。ゴールの動きが鈍くなった。トリアル。これは序盤のクエストで出てくる二人組の、まあ、兄弟なのかな、姉妹兄弟。最初のクエスト。それから続くっていう。発掘ゴールも、レベル16高えな。よーし、行くぞー。いいじゃないですか。強い敵と戦うのは楽しい。スキルをどんどん使っていくが、スキルは一つしかない。まあ、だけど余裕。てか私じゃなく他が強い。また殴ってるだけで大丈夫。ヘイト集めてるからね。これ殴ると MP みたいなのが回復します。タップ
今タップって出たな。タップしできなかった。いけ、気絶した。タップした。味方系でございました。音楽は結構いいですね。よく言えば声も出てくると最高ですけど、盛り上げるのはやっぱ BGM 大事です。壊しちゃった。ホーリージェム、こちら版のクエスト。もちろん可愛い格好してえな。ちょっとなんか、ね、もちろん可愛い格好して。ストレンジジェム、インテリジェンスジェム。あ、ボス戦で、そうなんですよ。サポートできるアイテム。さっきの、その、コロン親分と戦った時は、あれはボス戦なんです。今回もボス戦なんですけど、まあ、サポートがいたんですけど。特にない。外に出よう。じゃあクエスト行きましょう。ストーリーを優先しろと言われる。私、寄り道しまくってコロンを何千匹とですね、抹殺してしまったんですけど。なんかほら、ね。私はほら、他のゲームでもそうなんですけど、ストーリーを進めたくない病にかかっているので、進めたくないです。ストーリーを進めてすると死んでしまう、死んじゃうんだ。ソフィの町に移動すると開始、私はそうなんです。マップの右下にあるハテナマークのところですね、に行けばいいと。まあ、ただ 3D を使ってるのであまりにも古い端末だとちょっと厳しいかもしれないですね、この手のゲームはね。だから、まぁ、ちょっと対応は見てないんですけど、iPod 5世代、iPhone だったら、第4、iPhone 5、ないしは 5S とか、もしくは 4S ぐらい。4S でも動くかもしれないですよね。ちょっと重くなるかもしれないです。まぁ、だけど5ぐらいからの方がいいんじゃないですかね。結構、高解像度出ますからね。行きましょう。だから、昔と昔前は全部こういうのをパソコンでやってたんですよ。まあ私はそれをやってたんですけども、それがもう完全に携帯ゲーム機じゃないですけども、iOS やでできてしまうようになっちゃったんですね。だから、いずれはゆくゆくは私は今パソコンでやってるような高解像度の綺麗なゲームも、まあこっちになっていくというような気はしているんです。だって、ぶっちぎれ、この MMORPG だって操作別にこれ困らないからね。困らないですもん、全然。だからよくできてるなと思うんです。全然困らないですからね。クエストここ？あ、矢印が出てる。クエストこっちですか？いや、人が多いんですよ。なんか、これ売りますとかそういうの、なんかいろいろ出てます。まあ、私は全然わからないんで。とりあえず最初は進めるみたいな感じですけど、まああんま進めちゃうとネタバレもあるんでね、ぜひぜひ、あの動画説明のところにリンクあるんでよかったらやってみてください。お、まあだから片手間にできるのがいいよね、本当にね、スマホゲーは。それが逆に怖いんだけどね、片手間じゃなくなっちゃう時があるから。いや本当にそうなの。あ、綺麗ですね。結構綺麗だよね、やっぱね。結構って言うとあれかもしれないですけど、結構綺麗で。うん。だから、フル HD ですよ。これ、フル HD に拡大してやってますから、それが今、その手元の、その画面で出てるんで、もっと、この画面よりも、綺麗に見えます。いや、マジで。これ iPod で見てるんですけど、この実際の皆さんが見てる以上に、綺麗に見えます。やっぱ、画質が、解像度がちょっと、狭くなってるんでね。狭くっていうか、画面がちっちゃくなってるから。
いいな、この服欲しいな。だからね、どん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 変わってくるな、時代は。ちょっとしんみりしちゃった。この世界は太古、私たちの祖先たる先代たる十二神の神々によって創造されました。ですが今から遡ることを数百年前、突然の大地震とともに大地の継ぎ目が噛みすぎだろ、噛みすぎだから。もう読んでください。あ、投げちゃった。この世界はバラバラになっちゃった。人間たちが大変動と唱えている事件です。女神の雫と呼ばれる鉱石を掘り尽くしてしまったためとも、神の力を薄れたかもとも言われていますが、真の理由は未だ不明です。十二神中の神々がバラバラになった大地を接合し直した。元の世界とは全く違う形に継ぎ合わされた世界になってしまった。ファンタジーですね。それから数百年、四つの種族。不可解な事象があっちこちで。あ、そうそう、これね、チュートリアルでね、ドラゴンが出てくるんですよ。戦わないですけど、ドラゴンとかでかいのがいるんですよ。竜の襲撃。そう、それに出くわした。ぜひ、チュートリアルですぐ見れますんで、やってみてはいかがでしょう。でもそうだよね。最初はストーリー、なんか私もよくわからなかったら、ストーリー追っかけていくだけでいいかもしれない。カウス海峡。比較的簡単なんで、簡単っていうか、まあ別に何も苦労せずクリアできるんで。まあコロンも途中で1000匹ぐらい倒さなくてもいいですけど、全然関係ないのになんか、おーおーみたいな感じで倒してた。4つの海派。ストレイ派。ストレイエ。というわけで、今回はトーラムオンラインをやっていきました。まだ触りでございます。実はですね、この後、この情報をもとに、まあ、生放送とかでちょっとやれたらなと思いますんで、よかったらですね、その生放送が終わってしまった方は、動画説明にリンク貼っておきます。で、これを、その生放送の前に見られた方は、よかったらですね、生放送の方を参加してみてください。音楽がいいよね。ボス戦の音楽が結構好きよ。コロン親分の音楽流したい、ずっと。なんかワクワクするわ。なんか懐かしいんです。私はこれをどう感じるかは人それぞれなんですけども、私は MMORPG をそんなにね、こういうのは全然もう、しばらくやってなかったので、懐かしいですね。このファンタジーな感じの、ほんわかとした感じ。嫌いじゃないです。そんな感じで今回はトーラムオンラインやっていきました。こんな感じでいろいろやっております。よかったらチャンネル登録してみてください。おー、かわいいな。これ、NPC じゃないですよ。PC。すげえ。その装備、着たい。さあ、ここ重なれば着たことになる。なんだそれ。よし、俺も着た、みたいな。なんか変な感じになりましたけど。あー！何やっとんねん。すげえ。かわいらしいのが結構ありますね。しかもこれ拡大、今取り込んでるからなおさら綺麗に見えますね。セクシー系だ。キャラクターのメイキングもいろいろできます。まあ、大剣以外、私はおすすめって書いてたんで、珍しくおすすめの大剣を、剣を選んだんですけど、まあ、本当はね、魔法を使おうかなと思ったんですけど、まあ、だけど今回は剣で、ですけど。はい。ほらほら、人多いでしょ？ちょっと読み込みカクついてるぐらい多いからね。だから、MMORPG はやっぱり、人いるのいいよね。別に絡みはないけど、なんか賑やかな方がいいですよ。人がいる方が賑やか。と思います。こんな初期の街でこんだけ人いるのはいいですよね。そんな感じでございました。いやー、音楽がいい。このゲーム本当にね、
よく落とし込んでるというのと、その音楽がいいですね。あとはまあ可愛らしいキャラクター。ぜひですね、生放送の方もよかったら見てみてください。そしたらここまで。いや、ほんまかしら。これずっと聞いてきたわ。いやしやー。そしたらまた次回、シルチャンネルでお会いしましょう。動画説明にね、リンクありますんでよかったら見てね。そしたら、また次回シルビチャンネルでお会いしましょう。シルビでした。